今日はですね、あの前回あの出演させていただいて、アニソンライブですね、4回目、ボリューム4にあの出演させていただいたんですけども、その時ですね、私、衣装をあの普通の衣装で着たんですね。で、悔しくて悔しくて、なぜコスプレをしてこなかったのか、後悔でいっぱいでですね、で今回は気合い入れて、皆さん知ってますか、このコスプレ。食べられちゃいます。そうで、マミさん、魔法少女、ショットガンみたいな。はい、あの目の主題歌の、はい、マミさんというコスプレなんですけども、今日はあの皆さん最後まで楽しんでください。まずは1曲目、君の知らない物語。君知らん。Stay out of shit on the day!
6月1日にですね、あのクラップサホールさんの方で、あのボイス&リズムっていうイベントがありまして、そちらで立花美宇、ゆず、バーニングブラッドという、ね、バンドで、今回はバンドで、珍しくね、バンドで、はい、仲良いなって感じなんですけど、すごい嬉しくて、ありがとうございます。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。あのチケット自体は1000円で販売しているんですけども、すっごいたくさん、ね、いろんな人たちが出るので、1000円では本当に安いって言われてる、破格って言われてる、ね、ライブなので、ぜひぜひ今日ねいっぱい持ってきてるので、ぜひ皆さんあの買っていただけたいなと、はい、思います。よろしくお願いします。うわ怖い。よろしくお願いします。強要。ちなみにいくら売れても俺には1000にも入りません。皆さんよろしくお願いします。ということで続いて2曲目、始まりのレゾリューション。この曲の主題歌になってるアニメはクソです。
全然面白くないです。題名は絶対防衛レビアタンです。名前は聞いたことある。ということで続いて3曲目、この衣装の主題歌ですね。聴いてください、コネクト。Let it go.
珍しい。私普段ですね、普段ブログですとかアメンバーブログ、立花美星マーク、オフィシャルブログ、多分立花美札幌で検索していただいたら多分何かしら引っかかるんじゃないかなと。それなんか。はい、思います。あとはツイッター、フェイスブックやってるので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。はい。ライブのね告知とかもアメブロ、フェイスブック。まあ、ツイッターでも、ツイッターの私は使い方よくわかんなくて、後で教える。投稿者もなんかよく返事の見方とかよくわかんなくて、なんか気づいたらなんか遠いところにこう行ってたりとかして、なんか見てるのが遅れちゃったりするんですけど、その辺はねご了承いただいて、はい。で先日ですね、私あの島田さんっていうカメラマンさんと一緒に1日撮影をしてきまして、今日はそのちょっと目の前となんですが持ってきてるので、後でねぜひぜひ見ていただけたらなと、はい、思います。では最後の曲になってしまうんですが、はい、多分皆さん分かってるか、分かる方結構いるかもしれない。お前に、あ、違いますでも皆さん知ってる歌です。それでは最後の曲です。聴いてください。ゴッドノーズ。あー、いい曲だ。Yeah!